みんなのゴルフダイジェスト中村治です。パフォーマンスゴルフスタジオの堀内です。ノリ、今日はですね、はい、このテーラーメイドの M1、M2、ね、そして M3、M4 とこの4つを打ち比べたいと思うんですけど、はい、まあ、同じシャフトでね、入れ替えながら、ヘッドの違いを、まあ、レポートしてみたいなと思いますので、はい、お楽しみに。じゃあまず見た目ですね。これね、実はちょっと M1 は440の方なんで、はい、ちょっとちっちゃい方なんですけれど、はい、見た目の違いは、まあ、もちろん色がね、うん、変わった。まあ、この辺のラインもちょっとね、変わってるのかなというふうな感じしますけど、見てみると、ここのカーボンがちょっと一つ、はいはいはい、ね、こっちもカーボンが増えてます。まあ、その分、重量、ね、バランスたくさん調整できるように、今度はこう Y 字になっている、うん、あとはここにあったこのドローと、ね、フェードの部分がなくなって、うんうん、ね、こっちに、まあ、Y 字になって打つという感じですかね。それと、まあ、一番の、ね、ね、トピックはもうこのツイストフェースというところになってくるのかなと思いますね。じゃあ早速打ってみてもらって、はいはい、結構このまま好んでまだプロでも使ってる人多いと思いますもんね。なんかシャープな感じ、シャープだね、やっぱりね、振り抜きはいいですね。1866、うん、ね、でも球は上がってってるので、確かに確かに、で球筋は、まあ、ここでね、まあ、いじって多少ドローにしたりフェードにしたりできるっていうところで、まあ、飛距離も十分出てますよ ね、うん、すね。実際打ってみた感じどうですか。そうですね、打った感じこう打ってからすぐにドーンと飛び出すような感じと、うんうんうん、あとそんな、なんだろう、小さい分、少し小さい分だけこう振り抜く感じがいい感じがしますよね、うんうん、これ懐かしいな。懐かしい。この見え方、白で。そう。まあまあシャープに見えるんですよね。ね、M2 とか、ね、M1 とかやっぱり一世風靡したっていうね。はい、まあちょっと捕まんなかったけど、まあ1677回転に打ち出しが11.2。まあちょっとハードめで。まあ、小さいから小ぶりでね、うん、こっちの方が打ちやすいっていう人ももちろんいると思うんだけど、やっぱりヘッドスピードも必要だし、うん、球もそんなに上がりやすい方ではないですよね。1919、はい、まあ、打ち出しはこっち 10.6 だから多少低かったのかなっていう感じがしますけど、うん、打感とか、打感、そう、いい、あ、そう、どんな打感？なんだろう、こっちの方がちょっと吸い付いてくれる感じがするんで、僕はこっちの方が好きですね、うん、打感的には。曲がりの幅も、もしかしたらこのツイストフェースのせいで少し狭くなってる、直進性高いのかなっていう感じするけど、でもそんな感じがしますね、打ってても ね、はい。まあ、大きいからね、多少やっぱ安心感とか、うん、ありますしね。もう全然打感が違う。打感もそうだけど、やっぱりツイストフェースのやっぱちょっと芯の広さっていうか、うん、直進性をちょっと感じるようなところありますね、うん、まあ、M3 の方がどうですか、優しくなったのかな、まあ、体積ちょっと違うんですけども、まあ、うんうんうん、正直言ってこっちの方が優しくなってる感じは、ありますね。 あ、うん、はい、あとはツイストフェースでやっぱりばらつきが多少ね、収まってくるっていうね、うん、見た目ほとんどね、うん、調整機能も両方ともないので、まあ、ここのスピードスポケットの部分が変わったこと、うん、ね、実際にここのウェイトレンチもほとんど変わらないし、まあ、こっち側にね、この
やっぱり色と多少こう変わったのかなっていう、それとツイストフェイスの違いっていうのが、まあ、どんな風に出るのか、うん、早速ちょっと見てみましょう、はい、見たいと思います。そのなんかこの白いキャットミル、OK、ですね。まあでもちょっと、うん、あの M1 に比べると、うん、あのフィニーはこっちの方が多い感じあるよね。ただなんか泊まれた時の優しさっていうのが味がありますね、やっぱね、泊まれて。実際にまだ深夜ツアーの東聡さんとか田川さんとかは、いや M2 が最高なんだって、いまだにねこっちの M2 を使ってるプロがねやっぱりいるんですよね。多少スピンが入ることでコントロールしやすいっていうか、ある程度スピンがかからないと、ね、球戻ってきてね。じゃあちょっと M2 いってみます。2278回転、打ち出し14点、やや高めで少しスピンが入ってるっていうところですよね。重心がやっぱり M1 とか、うん、と比べると少し高いのかな、うん、やっぱりその分スピンが入ってくれるんで、うん、多少ボールをねあの持ち玉でいきたいっていう方は、うん、ちょっとこっちの方が、まあ、合ってるのかなっていう感じしますね。厚みがある感じがしますよね、うんうん、少しハイバックで、まあ、強い球が出そうなイメージ、うん、はい、おいいボール、いいスピン量ですね、いや強い、いいドローもかかりすぎない感じでね、うん、ちょっとイメージ通りのボールを出してくれるようなテンポですね、やっぱり、うんうん、結構安心感があるこれが。そう、うん、ノリはじゃあ M4 が結構大好きです、好きな、はい、ナイス、うん、まあ僕どっちかというとちょっと軽度系で、うん、本当にその通りの球が出てくれるんじゃないかなっていうね、うん、感じですよね。好みあると思うんですけど、うん、比較的ちょっと軽めの打感っていうのかな、うん、しますね、弾きがある打感がしてくれて、はい、やっぱり M2 がいいっていうのと、うん、M4 がいいっていう人といると思うんですけど、うん、どんな感じですか。そうですね、あの M2 の良さも実はまだあって、うんうんうん、構えた時のヘッドの大きさですよ、うちの方がちょっと主張が大きく出てるので、うん、ちょっと安心感がちょっと投影面積が大きいっていう感じ ね、M2 の方は ね、うん、ただやっぱりフェース面のツイストがね、うん、効いてる部分でこう球はこうより出てくれるってところは、まあ、M4 の良さでもあるので、まあ、だからこれとこれは本当に正常に進化、うん、フェースの分が、まあ、フォルムがちょっと進化したのかなっていうね、うん、まあ、変えるにしてもスムーズに変えられるような感じにしますね、うん、スムーズにしますね、ね、はい、まあ、今回は M1、ね、M3、そして M2、M4 と4種類比べてみましたけど、はい、まあ、一番の大きな違いはやっぱりツイストフェースですね、ね、フェース面ですね、ね、あとはまあスピン量が少ない M1、うん、M3、まあ、多少スピン量が入ってる M2、うん、M4 と。僕が一番こう気に入ってるのはこの中でいったらやっぱ M4 かな、うんうん、なんかこう安心感があって、うんうんうん、こう自分でコントロールできる部分もあるので、その中にも優しさをすごく感じるので、うん、結構 M4 は好きですね。僕はね M3 がいいかなと。ちょっとあのウエイトをずらして、あの後ろの方にしてちょっと捕まる方にして、なるほど、そうすると、まあ、ちょうど自分にとってねいいポジションになるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、あとはあの、まあ、カチャカチャであのロフトを多少、ね、はい、変えたりとかいうこともできるの で、あの、ね、自分の弾道、ね、うん、思い描く弾道が出るようにね調整して使えるというところがやっぱりいいのかなと。まあ十分あのどのモデルもね自分に合うモデルを選んでもらえば、あのまだまだ台数で使えるモデルになっちゃうかなというふうに思いますね、はい。